呼び鈴が鳴りましたね。皆さんおはようございます。2021年6月、今日は4日ですね。金曜日。今日ね、雨降ってるんですよ。だけど近所のおじさんからね、ジジトラさん待ってるよっていう噂が流れました。それではちょっと行ってみましょうか。あら、キジトラさん。どうしたことだ、キジトラさん。寒いね。雨降ってんじゃんか。キジトラさん。寒いよ、今日は。なんだこれ。にゃにゃ、腹減った。うわ、これはすごい。アメトラさんだな、これ。キジトラさん。270話のですね、キジトラさんの話です。ただいま集荷作業が始まりました。修行時間ですね。食べることによってお仕事になります。キジトラさんのですね、朝のベーシックインカム、ちょっと今日は寒くてね、しけったベーシックインカムになっちゃうと思うんだけどね、キジトラさん。あ、今度はチワワ君からのですね、モールス信号ですね。キジシロさん警報ですね。ちょっと餌を足しましょうかね。キジトラ花もね、朝から綺麗に花を咲かせています。お、ちょっと睨みましたね。野良黒さんかな。大猫さんか、キジシロさんでしたね。あ、またね、モールス信号が来ました。今度は野良黒さんでしょうかね。白い大猫さんですかね。千葉くんからのモールス信号です。キジチロさん、わかるかな。そろそろ警戒するでしょう、キジトラさん。あ、ドラクロさんでしたね。これで確認して、もう一回ちょっと食べることになります。もうだいぶしけってきてると思いますね、このおやつ。こうね、雨の降り方がね、半端じゃないですからね。お皿の中に雨水が溜まってね、もうこれじゃ三つ星グルメもね、台無しですね。もう三つ星もつかないという、もうなんて言ったらいいですかね。キジトラさん、雨よりもやっぱり食べ物を取ったようですね。もう最初の泣き方がちょっと全然違いましたからね。遅いね、にゃーとかね、お腹が空いているんですにゃーとか。やはり飼い主のおばちゃん、朝から餌をあげてない可能性がありますね。じろっと隣の家を牽制しました。お、白いお猫さんでしょうかね、キジトラさん。ちょっと確認しました。確認して安心してね、食べるんだろうけど、今日はしけってて、これはまずい。三つ星グルメもなく、ぐちゃぐちゃグルメになって、もうドライフードですね、今日はね。あららら、キジトラさん、白いお猫さん警戒ですね。やっぱり白い大猫さんもね、餌を探してるんでしょうね。だけどここを襲えば一番いいとこだから、どうしても来るんでしょう。でもキジトラさんも譲れないし、でも今日ぐらいはね、譲ってあげればいいのにね。もうしけったキャットフードじゃどうにもならないからね。白い大猫さんだったら食べちゃうかもしれないけどね。ひたすら食べていますね、キジトラさん。今日はプーマスタイルはちょっとできないんでしょうね。下がね、ぬかってるし、お腹が濡れちゃうのもちょっと厄介だから、キジトラさん今日はいつものパターンでね、食べていますね。まあ今日もね、よく食べますね。今日はちょっとね、三つ星グルメのね、ブレンドをしました。またちょっと変わったね、贅沢な朝ごはんにしましたね。ブレンドして、だからまたこれがね、よく食べるんですけど、この雨でちょっと台無しになってしまいましたね。だけどキジトラさん、雨を取るよりやっぱり自分のお腹を満たしたくて来たんでしょうね。隣のおっちゃんとこ行けばなんとかなるな、なんとかなるにゃーみたいな感じでね、キジトラさん来たんでしょうね、この雨の中。普通だったらもうね、これ中止のレベルですからね、朝から降ってたらね。もう開催は私もね、中止かと思ったんですよ。
朝起きたらもうねものすごい雨だったんでね、まさかキジトラさんが来るとは思いませんでした。今日の朝は乾杯ですね。あ、キジトラさんどこ行くのかな、もうお腹いっぱいなのかな。ちょっと私の顔を見ながら、もうお腹いっぱいだろね、もうこれだけ食べればねいいでしょうね。キジトラさんも濡れちゃうしね、もうお互いに濡れちゃうんでね、カメラも濡れちゃうんで、今日はちょっとこれでね勘弁してもらいました。あれからねこんなに降っちゃったんですよね、10分経たないうちに。これいつものね場所ですけどね、あのキジトラヒルズの屋上前よりね中継しております。さっきの開催が終わってからねこんななっちゃ、まだこれだけ降ってきちゃったんですよ。もうこれならダメですね、完全にアウトですね。まあ今日は一日こんな天気みたいですね。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。早朝の訪問者でしたね。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをですねよろしくお願いいたします。また皆様とはですね次の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼します。バイバーイ。